ここから聖司がお届けする物語は黒バラスピンオフ作品、もう期待値とかもう勝ったら負けただ全部度外視、フィーリングと適当なルールと適当な立ち回りで楽しくスロット打ちたいと思います。これが聖司流黒バラアナザーストーリー。いつやるんですか。思い立ったら打ってみよう黒バラアナザーストーリー。いやー今回もやってみましょう、今日第7回ということでね、本日もガーデン亀戸店さんで、ね、スカイツリーが綺麗やっていきたいと思います。で今日のルールが角台以外触りませんということでね、まあ、朝の入場番号が13番、取れるかな。高設定確定演出みたいよね。ああ例えばそのバジリスクだったらその残りベル6回ないし3回、であったりそのバケで9兵衛出すとか、あとはまあ北斗で言ったら333とかサミイ331、番長が取れたら60ゲーム70ゲーム番長出てどんくらい経ってると思ってんだプラス70。はい、そんなもんですよ僕の知識なんざ。でもあ違う間違えた、俺北斗だよね。北斗が60枚で六角だ、333か331か60ですよね。これ出したいっすね。どうしようこれでバラエティの角とかしか空いてなかったらそしたらバラエティ縛りと同じことになるぜまあそんな器具はありますが黒バラアナザーストーリー、今日のステージはやっちゃうよ。よし、今日はね各設定される役全部カウントして、もう今日は動かない、設定カンパするぐらいまでがっつり打っていきましょう。よし行くぞ、万枚出したら万枚、6000何百枚なんてケチなことは言わねえぞ俺。強制、おおおお、スイカカウンターゼロでサウザー、サウザー、これはまさかまさかまさか、おお伝承か、おおジャックスイカから出世勝負、マジか、これ設定差あるとこだ、ないか、引きか、出世乱舞はやってもた、頑張るしかねえ絶対、ほら行こう、まさか友で言うことになるとは思わんだ、言っとこうぜ、ラオウは俺の友達、嘘、来い来い、ジャギ、よし素直、もう北斗の皆さん素直、はい、ジャギーは仮面をかぶってなくても俺の、はい、ペッタオラーシューアザース、236ゲーム出世勝負から大当たりゲット、オラ来い、北斗北斗北斗、アハウアハウ7、はい黄色、やったりましょう、万枚のスタート、ちょうど100枚、
困った時のレッツシャッフォーカモン。サウザー微妙だな、まあいけるだろう、頑張れ。セリフ、クイ、光ってないね、光ってないね、オーラがあるね。さあ、マジか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 。いやー、そんな単発だけやだ、単発はマジでやだ。動け、動いてない。リンでしょ、リンでしょ、リンでしょ。単発か、痛いわ、痛いわ。投資6本、まあまあ早めに引けたなと思ったのに、マジか。引き戻すしかねえ。まああと移動先だね。うわー、シューか。全部だ。スイカ、おー、キョウちゃんめ、これはつい降格超強強チャンメイであってほしい。11ゲーム頼むよ。引いたぞ、引いたぞ。あ、演出だ。シュー、当たってろ、頑張れ。よし、ケン、うわっ、おわし、高額地教ちゃん目だ。 100%100%。 ああ、ここでスイカ引いた。枚数乗っちゃえよ、ここでもう一回ちゃん目でしょ。スイカでした。よし、素晴らしい。21ゲーム高額中の教ちゃん目で大当たり。白オーラ、いいね、いい展開。2連みたいなもんですよ、これは。今度こそ、えいえいえい。ジャックスイカよく引くな。降格、降格、おし、降格中のジャックスイカはまた一味違うぜ。降格中の中段チェリーは二味も違うぜ。よし、引いた。これは、これはもらったでしょう。まだ出てくるんだ。うわー、早い。はい、いただいた。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし、おお、引いた。エピソード、エピソード。わたお、引いたぞ、引いたぞ、引いたぞ、これ。ここはもう減算20しかねえよ。よし、これはいけるぞ。今日はまさか黒バラアナザーストーリーにおいて勝利というものが味わえるのではないか。これは
その後が大事。16になった。まあこれがどうなるかっすよね。追撃もしちゃうこれ、強水化だよ、強水化で追撃もしちゃうこれ。ほら来い。まあそりゃそうだ、ここは分かって、技ですよね、技の種類ですよ。ここは豪勝は来い、炸裂拳。100からのどうなの、ない。ここよ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 、ペカレシャいいんでしょ。ここ三兄弟は俺の家族、来い来い来い。ってことはあと6減らせばいいってことだね。さあ勝たねえと、ここまず勝たねえと、絶対ランブ入れてやる。気合いのシャッフォー。あと6だよ、頼むマジで、ラオウ頼む。ラオウは俺の友達。ケンさんすいません、じゃあセリフそこでお願いします。はい、キューポン。ないかないか、頼むマジでやめて、マジでやめて。お前マジ上半身以外使っちゃダメだかんね、上半身以外使っちゃダメだかんね、下半身使ってきやがった。危ねえ、豪勝派も上半身じゃないか、考えてみれば。避けれるよ、蹴りは避けれるよ、こういきゃいいから、こういきゃいいから、こうか、こういきゃいいから、バカ。もう頼むわ頼むわ、動いてね。はい、今週末はバレンタインね、やっぱり女子からチョコがもらいたいのよ。いい歌詞きれいなんだ。あと6減算はいけたな、ちょいちょい伸ばせばいけたな。マジかマジか、あーカード、あれ嘘嘘、カードだぞ、ただのカドチェだぞこれ、マジか。このカドチェでいったら俺だいぶ信じちゃうよ。あれ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 、さっきよりでかいよ、ワイパーが、ワイパーが前を見してください、ワイパー。うわうわうわ、まだあるよ、ワイパーワイパー、視界を良くしてワイパーワイパー、お長っ、弱地からのワイパーくれ55、あれダメ、お、まだ来た、スペシャルワイパー、ワイパーまた来た、弱地ワイパーワイパーワイパーレッツワイパーレッツワイパー、来るか、この演出が来るか、来たら相当信じるぞ、高設定を。来た、やってもうた、弱者から伝承。
これは粘るぞ俺、これは粘るぞ俺、頑張ります。あと1回、40か、 40% は楽勝。来い我がペット、愛しのペットジャギオ。うわー、豚が来た。豚を飼った覚えはございません。お、ここでか。あー厳しい、勝っちゃえ。またやっちまった。あれほど血は嫌いだ。キャー、あーチャンスだった、チャンスだったよ。弱チェで入ったよ。来たか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 、よし引いた。いやー広角であってまだ、広角であっててまだダメかな。もう 100% で当たるよ、広角であってほしい。いやー中段で広角上がっただけやめて。おおおおおおお、よし、ま、これはある、これはある、よし、よかった。小白霊ちゃんと見たいと思います。素晴らしい、アザース。165ゲーム、降格だったね。降格中段チェリーから北斗揃いはない。ヒーローラいいね、初当たり軽いよ、いけるいける。もうシャッフルは曲げない。くい、いいよ、ラオウが来ようが誰が来ようが我が拳で応えるのみ。絶対勝つわ、絶対勝つわ、絶対勝つわ。ほら、はい、オッケー、はい、どんどん来ちゃって、はい、どんどん来ちゃって、もうむしろ豪勝派打ってこいよ、豪勝派打ってこいよ。あ、いいよいいよ、全然いいっすよ。避けるためにあんすから豪勝派なんてもんは。ほら食らった、食らいましたけど大丈夫っす。ほらなんか弱チャーメン引いたっぽいっすけど、はい、大丈夫っす。僕の永遠のフィアンセ、この子がユリア、この子です、この子ユリアです。僕のフィアンセユリアです。筋肉多めのね。マジかー、そこそこね枚数がもらえてはありがたいんですけど、もうちょっと続けたいな。おジャギいった、ジャギいったよ、3回目にしてやっとジャギ。とここで他の角台の様子を見に行きましょう。バジが満台、あ、1個だけ空いてる。バジは相変わらず稼働が高いっすね。うわゴッド、ゴッド稼働台、すげえ。まだ開店から2時間ぐらいしか経ってない、もう5000枚近く出てる、すごい。いやまあまあ他の島の稼働状況はもう少し時間だったから見てもいいかもね。
まあ何より俺のその角の北斗がね、今んとこ初当たりも軽いし状況がいいんで頑張りましょう。ユリア姉さん、嘘でしょ、ちょっと待って、嘘でしょ。おお、悪趣味、悪趣味だよこれ。派閥的にどこの派閥に属してるかよく分かんない。着替えた、傷ついて着替えた。なんか着替えましたって言ったら超プレミア。すいません、行きます。これはもらったね。キリン柄のボタンが出るまで3、2、1、ドン。あれ出なかった。え、嘘でしょ。はい、復活。184ゲーム降格中断チェリーから、おなしゃす、おなしゃす、北斗おなしゃす、北斗おなしゃす、いいオーラおなしゃす。白オーラばっかだな。あら、いいだぞ、オッケー。ちょいあず、ちょいあず、乗れば9大点。よん、飛ぶなよ、飛ぶなよ。よし、3。あー出てきちゃった。そんな方法、おら引いたぞ、引いたぞ、なんか引いたぞ。あー強水化だ、強水化引いたぞ。おし、よし、バトル中の強水化でスペシャルエピソードだ。減算が10だとまだ追いつかない。さっきボタン押した16だったっけ。まだ追いつかないか。減算が20だったらランブだね。できないよね。まず奥義が何かですよ。小賢しい歯向かう客様、視聴性こそないものの、はい、どんどん来なはい、どんどん来なはい。雲も動いてますよ。さあ、まず奥義は何ですか。おー、五章は来た、300万以上確定。ここで333か331を出せばいいんだよ。やったるぜ、ここ1、今日1見せば来たよ。ここ1ってカレーじゃないよ。行こう、来い来い、どんどん来い。300までは分かってる、300までは分かってる。六角しちゃえ、六角しちゃえ。300までは分かってる。いけるよ、いけるよ。こっから、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 ああ300か、300か、出したかったね。なんか500枚とかね、からのですよ、からのですよ、からのですよ。減算20でお願いします、減算20でお願いします。おっと来た、そうか、第3テストだった、忘れてた。
聞いたぞ。あー、つらかった。七星の方に飛行お疲れ。急所が普通の人と逆、心臓の位置も飛行の位置も全て逆のサウザー、それが帝王の不死身の体のゆえんでした。俺は聖帝サウザー、なんと六将の帝王。北斗、宇城猛将派。貴様、苦痛を生まぬ宇城家、法王の夢はついえたか。最後にお前に聞きたいことがある。愛や情や悲しみしか生まぬ、なのになぜ悲しみを背負うとする。お前はなぜ負けると知りながら諭吉を背負うとする。夏目や一葉だけではダメだ、貴様も諭吉のぬくもりを覚えて、もう長い。一番死にたい場所で死ぬがいい。北斗神拳伝承者、俺が叶う相手ではなかった。おしさん、昔のようにもう一度仲間で。悲しい男よ、誰よりも愛深きゆえ。ランブ。というわけで俺の兄弟たち、俺の家族を紹介します。ここからは今日一更新、今日一の見せ場、世界中の兄という兄を呼び、千枚のっけだりやしよ。行くぜ。お兄ちゃん以外認めないよ。ラオウは俺の友達。よし、宣言通り。はい、どうなの、どうなの、どうなの。50枚。はい、時は俺の神。弟でした。弟からの10枚。10枚って世界の兄貴から、フェニックス一騎来い、お兄ちゃん。弟来ました。なぞればアンドロメダシュンということですね。はい、弟さんが10枚。あざす。世界の兄貴から松のおそ松。中途半端に馬突進はやめてね。馬突進から50枚。世界の兄貴から、金本監督。弟ですね。金本さんに弟さんがいたらそういうことです。30枚。しょぼくない、ちょっと。あと2ゲームしかないよ。世界の兄貴シリーズ中止、中止。やっぱり北斗の家族に訴えかけたいと思います。時は俺の神。神を呼べ、神を呼べ、神を呼べ。友達の北さんブラックで50枚。ラストだよ、頼む。宇城見せて、宇城。時は俺の神。このままじゃ230枚。継続の鬼服部、今息ずしていつ生きるか。兄さんバカ。あたす、頑張ろう。まあまあ、これで1000枚オーバーでラスト532枚。1500枚はいったよ。こっからだぜ。よし来い。
レッツシャッフォーカム。はい、来ました、奥義チャンスです。奥義チャンスでございます。絶対勝つ。ステアーチャンスアップがねえぞ。うわ来た、トキ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 。お兄ちゃんまず来て、お兄ちゃんまず来て、トキまず来て、服部康俊食らってもたー。1861枚531ゲーム。お兄ちゃんは来なかった。そんな時俺には素敵な妹がついてました。あということでお時間が来てしまいました。頑張った。そして黒バラアナザーストーリー初勝利。最後に子役カウントしたいと思います。試行回数3052回転、強チェ168分の1、優秀弱スイカ122分の1、ほう強チャンメ1017分の1、強スイカ232分の1、4役合算42分の1、上この子役と試行回数まだ3000回転だし、でも一番はまずバトル降格の入り、スタート時も含め、そして弱チェからの伝承の時、そして大当たり終了後のステージ8分の3でジャギ、そしてレア役ですぐ入ったやつもあるから、で前兆のざわつき見ても中段チェリーの 25% で入ったとは思えない、降格中の中段チェリー 100% の方で入ったと思う、ほぼ確定と思える演出もあり、それを入れたら2分の1で降格スタートしてる、6でも 30% 絶対上、角台正解ってことです。今日閉店まで粘っちゃダメなんですか、ダメなんすか、そうすか、じゃあ帰る。ということで黒バラアナザーストーリー初勝利ありがとうございました。ということで2076枚の獲得、我が生涯やっと勝てた。この番組7回目にしてやっと勝てた。しかも自分で言うのもなんですけど、まあ、ちゃんと見せ場があり勝てたっていうのが嬉しいっすね。まあ出ちゃ飲まれちゃ出ちゃ飲まれちゃの後でしたからよかった。でね、多分ね、その台の前でも言いましたけど、その子役確率、レア役合算が42分の1で、初当たりが結局250分の1ぐらいで落ちてきてるんですよ。250分の1って設定8ね。でやっぱあとバトル降格の始まり入りだったり、
カドチェからの伝承だったり、僕ね、いやもう上は確実ですよ。今回のこの角台の北斗とも上、絶対上です。僕ね、最高設定もあるんじゃないかと思ってるぐらいです。レア役の合算が若干弱いのは、もっと収束するし、まあそこの数字自体ね、補足みたいなもんで、やっぱなんといっても初当たりっすよ。俺6だったと思う、6。だからね、豪勝派打った時ね、なんか確定とか出したかったね。でパンチとかキックでプルッと60枚とかね、出ればね、面白かったんですけどね。いやー、勝ったか。でもなんだろうね、このなんか寂しいね、ちょっとね、ずっと負けてたからさ、なんか連敗記録止まるとちょっと寂しいね。この複雑な心境なんだろうね。で今日万枚とかで勝ってればなんか気持ちよかったんだけど、またこの1700枚っていうのが、ね、なんとも、まあプラス300枚とかよりは良かったんじゃないかなと思う。なんとも、ということで見事初勝利を飾ることができました、黒バラアナザーストーリー。次回は収録日が2月21日、またこちらのガーデン亀戸店さんへお邪魔します。はいですね、2月21日の黒バラアナザーストーリーのルールは、萌え台縛り、萌え台縛りでいきたいと思います。じゃあ何でしょう、萌え台って言ったら、こちらの店舗さんになると思うんで、あ、窓まぎはそうだ、あ、そういうことだね。そしたら何、戦国乙女とか萌え台の、あれ萌え台なの、なんかああいう何、頭でっかい女の子じゃなくても萌え台なんだよね。女の子出てくれば萌え台、あ、そうなんだ。いろんな萌えがある。じゃああとラブジョ、原幹恵萌え秘宝殿とかどうなの、あれ萌え台なの、あれ違うの、あの秘宝殿出てくる女の子と、そう、萌え台の女の子との違いは何なの。まあ違う、なんとなく、でもね、なんとなくわかる。俺がこうやって改めて聞いたってことはちょっと違うってことを感づいてるってことだから、なんとなく言いたいことはわかる。女の子がいっぱい出てくる感じだよね、萌えとか言っとるキャラクターたちに私がビッシビシ、ケンシロウの世界観を叩き込んでやりますよ。ええ、一人称ウヌに変えてやりますよ、主人公たちの。うぬちゃんはどうして怖くないの？私もウヌみたいな強いマスラオになりたいな。